ナタンズはイランの都市、エスファハーン州ナタンズ軍の軍都に定められている。2006年当時に行われた国勢調査では人口12,060人、3,411世帯。カーシャーンの南東7 0トルに位置する。ナタンズはザグロス山脈に含まれるケルケス山地の北側に立ち、町の南西には 標高3895メートルのキャルキャス山がそびえる。テヘランとエスファハーンを結ぶ高速道路のルートからは外れており、カーシャーンとヤズドを結ぶ幹線道路から19キロメートルをまった地点に位置する。ナタンズの特産品として梨の果実が知られている。イランがイスラーム化される前から、ナタンズはイラン高原中央部の交通の用地となっていた。 ナタンズに存在する霊廟は、スーフィーのアブド・サマド・イスファハーニーの墓として知られている。霊廟は、アブド・サマドの弟子である、イルハン朝のワズ・イール・ザイヌルディーンによって建立された、ものである。1304年から現在に至るまで複数回、行われた増築、修復によって、霊廟には、ハンカーやムカルナスといった設備が増築されていった。また、ナタンズには、 セルジューク朝時代の遺構も多く残る。ナタンズ核施設に設置された、校舎法町の北北西3 0トルの地点には、ナタンズ核施設が置かれ、主要な高速道路の近くに位置している。ナタンズ核施設は、現在1万9000機を超える、遠心分離機が稼働するイラン中央のウラン、濃縮施設であり、半数近くの遠心分離機によってフッカウランが、 供給されていると一般に認められている。2002年8月にイラン国民抵抗表議会によってナタンズで各燃料製造施設の建設が秘密裏に進められていることが明らかにされ、イラン政府は原子力関連の施設の建設が事実であることを認め平和的目標のために建設したものだと主張した。翌2003年2月に 国際原子力機関にナタンズのウラン濃縮施設を正式に申告し、IAEA、e、による施設の検証活動が開始された。ヨーロッパ諸国との交渉を経て、2004年7月にナタンズ核施設でのウランの濃縮は停止された。しかし、2006年にイラン政府はウランの濃縮の再開を発表した。2007年1月にイラン政府は ナタンズ各施設での3000機の遠心分離機の設置作業を開始したことを明らかにした。2013年1月にイラン原子力庁長官のフェレードゥーン、アッパースイーダバーニーからナタンズでは5%の濃縮ウランの製造を続けており、ナタンズとホルドーで我が国の需要を満たすだけの20%の濃縮ウランの製造を続けるという旨の声明が出された。 2013年11月に、イラン政府と P5 プラス1の間に成立した共同行動包括計画の合意の一環として、IAEA、e、による日常的なナタンズ核施設の検査が承認される。2015年7月に、イラン政府は EU3 プラス3と包括的共同作業計画に合意し、ナタンズの遠心分離機の規模、ウランの濃縮度などに制限が課された。 2020年現在、ナタンズでは、ウラン濃縮工場の建設が続いている。同年7月、この建設現場で何者かにより仕掛けられた爆発物により火災が発生したが、被害者はなく、放射性物質の漏出も確認されていない。報道機関は、イスラエルの破壊工作の可能性を指摘した。2021年4月10日、イランはナタンズの核施設で、 ウラン濃縮用の改良型遠心分離機の稼働を開始したと発表。これは2015年の核合意を逸脱する行為となった。しかし直後の同月11日、イランは核施設がテロ攻撃にあったことを発表。詳細な事実は公表されなかったが、電源供給システムが爆破されて長期間にわたり機器の使用が不能になったものと見られている。ありがとうございます。